パム。処理中。エージェント、フィクサー。あなたの到着は聞いていない。計算外だったとはどういうことだ。音声入力、一時的に不能。処理中です。統計モデルの事前調査員が完了。接続を開始します。今も、昔も、これからも。私が最も正確な予測分析マシン、パムです。レールロードで働いていたのか。そうです。自分の目的とレールロード組織は深いつながりがありました。彼らがデータをくれます。指定された連邦の地域の全ての住民の行動を見積もって、それを提供します。未来を予想しています。未来が見えるのか。それがこのユニットの第一の目的です。警告。生物学的生命体は間違った振る舞いをすることがあります。予測不可能。すべての出力に大きな間違いが含まれています。どれくらい不正確なんだ。グループが小さくなって時間枠が大きくなるほど不正確になります。すべての予測は人間の要素に影響されます。操作完了。あなたはローグ変数。現在および旧モデルはあなたの存在を予測したことがありません。質問。あなたの原点は？生まれを聞いてるのか。ボルト111から来た。アクセス。ボルト111。クライオボルトは破壊されたと予測します。新しい可能性マトリックス構築が進まないため会話を終了します。さようなら。トムと少年は君が DIA で見つけたおもちゃをまだ下ろしているんだね。いいね。なあ、これまでに君の働きを見せてもらった。悪くないね。人間だと思えば。人間ならどういう意味だ。君は生まれつきのヒューマンモデル 1.0 だ。そのモデルにしては悪くない。人造人間と同じ土俵には立てないけれど、それは君のせいじゃない。待て、人造人間なのか。人工的な肉体ということさ。君が質問を始める前にこちらで言っておきたいことは、そんな噂は全部クソくらえってことさ。これまでに君が会ったのと同じ本物の女の子だよ。一つだけ違いがあるとしたら、君の組み立て指示はもっと面白かったよ。タイミングが悪かったみたいね。まだ回復中なんだ。その何とも言えないけど一人欠けてるんだ。ディーコンが君のことについて言っていたことが正しいならチームに加わってほしい。面白そうだ。素晴らしい。きっとうまくやっていけるよ。ディーコンに話してごらん。彼はいつも解決策を知っているから。あなたとグローリーは同じ仕事に任命された。知識の区画化には代償が必要なのね。デズデモーナ、グッドネイバーでの仕事は終わったのね。ここでの我々の仕事は非常に複雑なのよ。 H222 が連邦を出た。最初の逃亡成功の時には一杯やるのが習わしよ。ここでは常に見張られていると思うこと。すみません。デズから大気センサーを設置する許可をもらった。ようやくインスティチュートが連邦をテラフォーミングしていることを証明できる。見たか、キャリントン。インスティチュートが連邦をテラフォームする理由は。話は大戦に遡る。最初の爆弾を爆発させたのは誰だと思う。インスティチュートだ。奴らは極悪非道な科学者たちを除く全員を殺すために戦争を始めた。それとテラフォーミングに何の関係が。全てさ。人類は奴らが計画した通りに滅びなかった。こうして生き延びている。そこで最初のステップとして人工の人間を潜入、スパイさせ、奴らが必要としている大量の機器を回収させる。そして必要なパーツを全て手に入れたら、あらびっくり、ブレイクタワーの中にある巨大な大気変換装置が毒を噴出し始める。残っている人類を皆殺しにするために。
詳細を知りたい。それで俺がミラと呼んでいるこのセンサーは高い場所に設置する必要がある。デズにフリーダムトレイルを見張るためのカメラと他のローテクな監視装置をつけさせられた。君の判断で捨ててもらって構わない。誰かさんにカメラをいたずらされるかもしれないからな。トレイルを見張るカメラが必要なのか。俺が設計したカメラでトレイルマーカーと名付けた。これがあれば俺たちを探そうとする者がいても遠くから発見できる。もちろんカメラは多少の保険になる。だがインスティチュートが企む真の計画を暴くことの方がもっと重要だ。完璧な場所を見つけてやる。ミラを設置して貴重なデータを収集させてくれ。結末は一つしかないよ。どこに行く？
ハムが君に会いたいらしい。彼女は理由を説明したけど、俺には分からなかった。インスティチュートが見つかりませんように。少なくともミラから大量の情報が送られてくる。一見したところ、大気は正常なようだが、もっと詳しくデータを調べてみる。こいつらを設置する別の場所はすでに見つけてある。時間ができたら頼む。